稲子の佃煮。稲子の佃煮とは、バッタの仲間の昆虫、稲子を佃煮にした料理である。この料理の食味は、一般的な佃煮と同じく甘辛く、わずかに緑茶の茶葉のような、爽やかな風味もある。歯ごたえは小エビに似る。稲子は、長野県や群馬県、山形県と宮城県の一部など、海産物が少ない山間部を中心に多く、食用とされる。佃煮にされるのは、体長3センチメートル前後の稲子の成虫である。関東の一部では売られている地域もある。長野県稲谷地方などのように、ハチノコやザザムシ、ゲンゴロウといった稲子以外の昆虫を佃煮とする地方もある。また、佃煮のほか、稲子を炒めた名子入りという料理もある。主な材料、調理法は以下の通り。秋に田んぼなどで大量に発生する稲子を集める。また、稲子料理が盛んな地域では、食用として、稲子の生態が市販されている場合もある。数日飼って、クソ出しを行った後、ギザギザのある後ろ足や羽を必要に応じて取り除く。ザルに入れて水洗いし、崩落などでいった後、大鍋で長時間熱湯で煮る。醤油や砂糖などの調味料を加え、さらに数時間煮続けることで佃煮となる。ありがとうございます。